に行かないと。本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍子どもの心を強くするすごい声かけを編集されました主婦の友社の金沢様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが主婦の友社様ってどんな会社か教えていただいてもよろしいですか。はい、ですね、主婦の友社は今年で創業105年を迎える、まあ、いわゆる老舗の、まあ、歴史のある出版社といわれるあの会社なんですけれども、はい、ですね、主に、まあ、料理ですとか美容ですとかあとは育児といった女性向けの実用書をあの得意としている出版社です。で、まあ、書籍が結構メインなんですけれども、いくつか雑誌も出してまして、若いあのおしゃれ感度の高い女性向けのジゼルっていう雑誌とか、はい、あとはですね、あの、まあ、5、60代以上向けのシニア向けのあのユーユーっていう雑誌もあったりなんかしまして、割とこう幅広い年齢層の女性にアプローチする本を作っている会社です。ありがとうございます。では実際金沢さんはどんな本をご担当されていらっしゃるんですか。はい、あの私はあの育児教育編集部というあの編集部に所属しておりますので、まあ、子育て周り子ども周り あの本を作っているんですけれども、昨年に関して言うとあのアクロストンさんっていうあの性教育をあの広めていらっしゃるお医者さんのご夫婦のユニットがあるんですが、あのそのアクロストンさんの性教育の本を2冊ほどあの担当させていただいたのと、あとはあの子どもの自律神経を整えて、まあ、元気になろうっていうようなあの親御さん向けの親子で元気になりましょうっていうような親御さん向けの本ですとか、あとはあの小学生向けのクイズ本だったり、あとはまあイギリスの翻訳絵本だったり、もういろんな子ども周りのいろんなジャンルの本をあの担当しております。ずっともうそういう子ども教育本とかに携わってらっしゃったんですか。ですね、まあ、子どもが自分の子どもができてからは、まあ、そういった方面にあの興味が向いたので割と子育て関係があの多いんですけれども、あの新卒で入った会社はあの料理の出版社だったので、あの料理の雑誌をやったりとか、あとはそうこの会社は美容の雑誌も出してましたので美容雑誌の編集もやってました。そうなんですね。ある種主婦の友社様に行ってからあの教育とかそういったの方に行かれたって、行かれたというか、まあ、そうですね、あその新卒で入った出版社の次に入った出版社が主婦の友社で、その時はあのファッション誌の編集をやってたんですけども、あそうだったんですね、フリーランスになってから、まあ、子供ができて、まあ、そういった分野に興味が湧いて子育て方面の本を作るようになったっていう。じゃあまさにご自身のねプライベートでのいろんなね課題とかそういうものがベースで本を今お作りになってるっていう感じですかね。子育てをご担当されて、あそうですね、なのでやっぱりまあ自分の悩みを、はい、まあ、体現できるじゃないですけど、はい、あと周り あのママ友なんかからも子育ての悩みを聞けたりとか、はいはい、そういったこともあるので割とこう実生活が仕事につながりやすいです、ね、なんか理想的な本作りですねそうですねありがとうございます。では、まあ、今回も教育本をご担当されていらっしゃるということで、まあ、その代表的なところで子どもの心を強くするすごい声かけについてぜひお伺いしていきたいなと思うんですけども、うん、まずこちらの本を出版されたごきっかけというのはいかがですか。はい、ですね、きっかけは私自身この本レジリエンスを鍛える、まあ、声かけの本なんですけど、うん、そのレジリエンスっていう言葉をテーマにした本を作りたいなっていうふうにずっと思っていまして、レジリエンスってちなみに皆さんご存知でした、言葉として、うん、なんか くじけないとかストレス耐性が強いとかそういうことですか。ああじゃあご存知なんですね。結構周りでは知らないっていう方も多かったので今回ちょっとタイトルには採用できなかったんですけど、あそうなんですよ、まあ、帯には入れてるんですけど、うんうん、くじけない心みたいなやつですかね、そうレジリエンスを鍛えればって入れてるんですけど、はい、まあ、先ほどもお話ししたように私子供がいてで、まあ、ママ友とかとよくこう子育て お悩みをこうお話ししたりとかするんですが、
結構みんな言うのが、なんかうちの子ほんとこんなヘタレで大丈夫かなとか、うん、もうとにかく、はい、もう打たれ弱くて仕方ないんだけど、うん、将来やっていけるのかなみたいな、うん、そういった悩みを持ってる親御さんってすごく多いなっていう、うん、あの実感があって、うん、なんかその親御さんたちにのお悩みにアプローチできる本ができないかなっていうのをずっと心の中で思ってたんですよ。で、まあいろいろ、まあ、あの取材でいろんな先生の話を聞いたり、うんあのまあ、文献とか本とかをリサーチしているうちに、あなんかこのレジリエンスっていうのを鍛えるとどうやら子どもの心って強くなるらしいっていうのを知って、うんうん、じゃあぜひなんかそのアプローチができる本ができないかなっていうことであの著者さんを探し出したっていうのがまあきっかけですね。なるほど、まあ、著者さん今回足立さんっていう方なんですけども、はいはい、やっぱりもうそのレジリエンスの第一人者みたいな。そうですね、日本でレジリエンス教育を広めていらっしゃるあの第一人者の研究者の先生なので、うん、あの他にもあの主婦の友社の本以外にもレジリエンスに関する本を数冊あのすでにあの出版されている先生なので、うん、私もまああのその著書を拝読して、うん、あぜひ先生にあの今回の本をお願いしたいということであのコンタクトを取らせていただきました。足立博美先生なんですね。一般社団法人日本ポジティブ教育協会代表理事さんなんです。はい、代表理事です。ポジティブ心理学コーチです。こう前向きになるにはみたいなことなりそうですよね。名前から言ってとっても前向きになりそうな先生もものすごくあのそういうポジティブなオーラが出てる方です。あの女性であのお一人お子さんがいらっしゃるんですけど、はいはい、あの名古屋に在住されてるので、まあ、あの取材とかはあのまあ、ほとんどオンラインが多かったんですけど、はい、すごくあの画面越しにもこう伝わってくるポジティブなオーラ先生です。ちなみにあのその周りのお母様方は自分の子供がヘタレじゃないかってはおっしゃってますけど、はい、その足立先生自身も最近の子ってちょっとレジリエンスが弱くなってんじゃないかなっていうような認識なんですか、ご認識なんですか。そうですね、まあ最近の子はっていうよりも、はい、やっぱりコロナで、あの子供たちのメンタルがやっぱりやられちゃってるっていうのを先生はあの実感されているみたいで、はい、あの、はい、まあ、そういうところから子供たちを救ってあげたいっていう思いがすごく強い先生ですね。はい、コロナの影響で子供たちのメンタルがやられる、なんか具体的にどういった影響がされて子供たちのなんかメンタルが弱くなってるのかってなんかありますか。なんかいろいろあるんでしょうけど、まあ、私も実感してるのはやっぱり生活様式が急激に、うん、まあ、大人もそうですけど変化したじゃないですか。はい、で子供の、ことで言うと例えば小学校だと、うん、あの学校行事楽しみにしていた学校行事が急になくなっちゃったりとか、うん、まあ、運動会とか修学旅行とか、うん、あとは給食も今黙食って言って、うん、そうですね、前を向いてマスクを外さなきゃいけないので、うん、黙って食べるんですよ。うん、でまあ、そういったことが、うん、まあ、子どもは、ね、まだやっぱり心の発達も未熟なのでそういったいろんな変化がじわ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 やっぱり子どものメンタルの、まあ、不調の一因になるというか、そういった面があるのと、あとは、はい、あのもしかしたらナイスクさんもそうかもしれないけど在宅勤務っていうのが取り入れられたじゃないですか、うん、このコロナを機に。そうするとあのお家にお父さんもお母さんもいて、あの、まあ、ちょっとうるさくすると静かにしてって怒られちゃう。そういったそれも生活の変化なんですよ、子供にとっては。大人にとっては、まあ、切実なんで怒っちゃうんですけど、はい、かそういうことも割となんか子供のメンタルに影響しているっていう、はい、あの教授、私が取材した教授は言ってました、はい、そうかやっちゃいけないの。いやもうね昨日うるさくてねうるせえって言ったんですよちょうどなんかネットゲームでもうボイチャでずっとやっててギャー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 言うからうっせえなって、あれやっちゃダメなんですね。あだんだん、まあね、でも言いたくなるんですけど、大人としては。ただなんかまあその敏感なお子さんとかはなんか親にその怒られることでこう緊張しちゃう、いつも怒られる、緊張しきられて、それがやっぱりじわじわメンタルに来て、まあ、あのひどくなっちゃうと抑うつ傾向が出たりとか、そうですね、そういったこともあるらしいです。うん、よく考えればね、大人だってそうですもん。そうですよね、だって大学生の中で自殺が増えたりしてるって聞きますもんね。うん、そうですね、あの高校生中高生でも増えているみたいで、でもうつもあのやっぱり今年、あの去年か去年増えたみたいで、
ぱりちょっと子どもたちのメンタルがすごく心配だっていうのはもう足立先生もずっとおっしゃってます、はい、そうか、そうするとやっぱり心を鍛えるというか、くじけない心が大事ですね。強く持ってもらわないといけないねっていうことなんですよね。なるほど、はい、でもね、珍しいな、声掛けでそれが、なんかレジリエンスっていうと、こうちょっと成功体験を重ねるだとか、だったらばこう運動をいっぱいやっていくと、こうだんだんだんそのちっちゃい成功体験で鍛えられていくとか聞きますけど、まあ、割とそういうイメージのある方が多いんじゃないかって先生もおっしゃってたんですけど、まあ、あの家庭で行う声かけでも、はい、あの全然レジリエンスは鍛えられるとおっしゃっていました。ちょっと昨日なので、まあ、そのノウハウをこの本に落とし込んだと、はい、なるほど。具体的にじゃあどんな内容が含まれているのかちょっとご紹介していただいてもいいですか。あ、どんな内容が、はい、おすすめの声掛けとかあったら、今日も家帰ったら開口一番それを子供に言います。実例がいいんですかね。実例、そうですね、こんな言葉掛けを、かシーン別になるんですかね。なんか結構この間中間テストで落ち込んでたんで、はい、なんかどう、中間テストで落ち込んで、はい、あります、落ち込んでる時に、例えば大事な試合で失敗 してしまって落ち込んでいる時に、はい、親御さんがよく、うん、あのやってしまうのが、はい、あのそんなくよくよしてもしょうがないじゃんみたいな、はい、そんなことを言ってしまうらしいんですけど、はい、やっぱり一回そのなんか悔しい気持ちを受け止めて、はい、あの自信を育てる声かけをここではしなくちゃいけない、ね、受け止めるんだ。なので、まあ、大事なことがうまくいかなくて悔しかったよねって、まずは共感してあげて、あそこからあの、まあ、これまでもよく頑張ったね、うまくいかないことってあるよねっていうふうに、あの、まあ、今度はどうしたらいいかなっていうところまで持っていけると一番いいって先生はおっしゃってる。受け止めまずは共感なんですよ。あ共感できてますか。できてない。その時言ったら、やってないんだからそうなるに決まってんじゃんって最初に言いましたね。そうなんです。だから非難したり責めても子どものレジリエンスは育たないっていう先生がおっしゃって、子どもの悔しい気持ちに寄り添って共感してあげるっていうのが第一歩ってことらしいです。なるほど、この本章ですごい面白いなと思ったのが、まあ、構成として、うん、最初はもちろんレジリエンスって何っていう話から始まって、まあ、親があのしなきゃいけない大事なことっていうのをこう説明してて、うん、でその後こう親子でできるようなワークのチェックシートみたいなのがあっての最後に実例、こういうふうに声かけたした方がいいよみたいな形で、こう1ページ、一つの本でこう順によって分かっていくみたいなところが本当に分かりやすいなって思ったんですけども、ありがとうございます。なるほど。その本の中で私すごい、はい、あいいなと思ったのが2つあって、1つがネガティブオウムっていう言葉が出てくるんですね。オウム、はい、オウムってあの鳥のオウム、鳥のオウムなんですよ、はい、そのあなたはどんなネガティブ7匹、ネガティブな言葉をささやく7匹、7羽のオウムっていうのを、うんうん、まあ図解で入ってて、うん、いろんなオウムさんがいるんですけども、はい、そのネガティブになってしまうオウムさん、あなたはどのオウムさんですかっていうので、あ子供がってこと、そうですそうです。ははで、あの例えば避難オウムとか、うん、諦めオウムとか、うん、心配オウム、無関心オウム、罪悪感オウム、敗北感オウム、正義オウムみたいな形で7羽のオウムがあって、はい、自分がどのタイプかみたいな、ネガティブになった時に自分がどのタイプかみたいなのが、うん、そうなんですよ。なんか同じ出来事でも人によってやっぱ捉え方って違うんですよね、はいはい、なので自分がどんなネガティブな方面に行きがちかっていうのを知っておくことで、はい、あのまあ、そのネガティブのサイクルから抜け出せるっていうのが、まあ心理学であるらしくて、なのでまあ、同じ出来事があっても自分はどういうネガティブな捉え方をしちゃうかっていうのをこのオウムであのチェックしてみましょうっていう、そうリストの方です。なんだろう、子供の時を思い出すと諦めてたかな。諦めですか、うん、ああもう諦め、こんなにやってもしょうがない、諦めオウムです。はい、でした。あ、なるほど、うん、私なんだろう、自分だと、はい、あでも罪悪感オウムかな。罪悪感ですか。なんで私ってってなっちゃう。だからずっと引きずってるんですよ、うん、心の奥では、うん、なんか表面的には見えないけど、ずっと心の奥でネガティブなところがずっとずっと残ってるみたいな、で自分を責める、はい、なんであの時こうしちゃったんだろうとか、とそれを分かるとそれぞれに
適切な声かけがっていう感じ。そういうことです。だから子供がどんなネガティブな捉え方をしがちかっていうのを親が分かっておくと、はい、まあ、そこから抜け出すために、はい、あの声がけをしやすくなる。この子はすぐにこうやって罪悪感を覚えちゃうから、はい、こういうフォローをしてあげるといいっていうのが親が分かりやすくなるっていう、チェックですね。あ、そんな見方したことすればないな。そうなんですよ。でも心理学の考え方だと、はい、まあ、こういうことをやると、あの、はい、よりあの子育てがしやすくなるんですか。そうですね。その何オウムか分かれば、受け止め方がね、その共感の仕方が分かりやすいですね。そういうことです。はい、しかもなんかこれには性格的な強みなので、ポジティブにするために、うん、あのこういう強みがあるよ、あなたにこういう強みがあるよっていうチェックもちゃんとできるんです。うんうん、いいですね。ちょっとこれはあのぜひ本書買って、親が僕も欲しかったな。そうですね。ぜひやっていただきたいです。なんかその今なんか結構子育て界隈でというか、はい、自己肯定感を、子どもの自己肯定感を高めてあげようっていうのが割とキーワードの一つであって、はいはい、やっぱりあの自分自身はできる、自分自身はあのに満足してるっていう感覚を持つことがやっぱり大切で、うんうん、あの日本の子どもってその自己肯定感が低いって言われてるんですよね。なのでやっぱりこう自己肯定感が高いほど困難なことが起こった時にそれにこう立ち向かって、うん、あの乗り越えていける力、まあ、イコールレジリエンスなんですけど、はい、それがあの強いっていう風に言われてるので、その自己肯定感をあの育てる声かけをするときに、その性格的な強み、子どもの性格的な強みを知っておくと、うん、そこに注目して声かけができるっていうアプローチになりますね。だから例えば好奇心が旺盛な子どもっていうのが分かってたら、うん、なんかあのさすがアイデアマンだよねとか、そういうのをあの褒めていくっていう声かけをしましょうっていうのが、うん、まあ、この本で紹介してる。なるほど、自己肯定感か、はい、でもな、なんか心配になっちゃうのは、全部認めてあげるうちに居直らないのかなっていうの、その辺はどうしたらいいんですか。あ、そう、なんか例えば落ち込んでも、はい、全部必ずあの寄り添ってあげると、そうするとなんかそれでいいのかみたいなことになってっちゃないのか心配なんだけど、そういう時ってどういうふうにして、こう現状ではやっぱりいけないからもっと努力しようようになっていくんですかね。どうなんでしょうね。でも、まあ、でも先生がおっしゃるにはやっぱりこう、まあ、その子の特性にもよるとは思うんですけど、うんうん、あのまあ、そう言って強く非難したりとか、はい、いうことで、あの、まあ、レジリエンスは育たないっていうふうに言われてるらしいですよね。なので、まあ、まずは共感っていうのがやっぱりそのポジティブ心理学ではファーストステップ、うん、あ、そうか、ポジティブ心理学で、はい、なるほど、ベースがあるからね。ベースがあるから、ベースがあるんですよね。だからやっぱりレジリエンスっていうと、こうタフなメンタルで何でも切り開いていける子みたいな、はい、そういうイメージがあると思うんですけど、なんか今の時代はまあ、先生がおっしゃるにはどっちかというと、その困難なことが降りかかってもそこから回復をして、こうしなやかに乗り越えていけるような力の方がこれから大切になってくるんじゃないかっていう、それを育てるにはやっぱ共感することが大切っていう、はい、そうですね、話なんです。これでもあとなんかね、上司の人が読んだ方がいいような気がする。そうそうそう、だんだんさ、こう褒められたりこう共感されて、こうね、ポジティブにしてもらえてる子どもたちが増えていくわけだから、そういう操作の仕方をしないと、なんかお前そのままじゃダメだみたいなことでやってると多分なよってしちゃうかもしれないですもんね。その辺、あ、こういうふうにお母さんたちは育ててきてるんだなみたいなところを知りたい、した方がいいような気がしますね。うん、そうですね、ありがとうございます。それでは最後に、この本を通して感じてもらいたいこと、うん、伝えたいことがあったら教えてください。はい、まあ、これも本の中で先生があのおっしゃってくださっていることなんですけど、親の声かけっていうのが、うん、あの子どもの心を守るワクチンになるっていうふうに、あのおっしゃっていて、なんか声かけっていうと、こう子どもが癇癪を起こしたり、あのぐずったりした時にこうその場を切り抜けるためのスキルみたいな風にあの、まあ、思ってらっしゃる方っていうのも結構いると思うんですけど、まあ、それだけじゃなくって、あのもう生涯にわたって子供、親からもらった言葉っていうのが子供の中に残って、あの、まあ、困難なこととか落ち込んだりした時にあの子供の心を守ってくれる、そんなものになりうるんだっていうことをあの先生は知ってほしいっていう風におっしゃってました、ね、確かに。
ありがとうございます。じゃあ皆子育て世代の皆さん、ぜひぜひこの本買って読んでみてください、はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、ありがとうございました。本日のゲストは主婦の友社より金沢様でした。